ニコラオス・ニジスは19世紀のギリシャの画家であるミュンヘイン美術院に学び、後にミュンヘイン美術院の教授を務めた。ティノス島のシグマカッパラムダアルファベータカローヨータの大工の家の6人兄弟の一人に生まれた。家族とアテネに移り、アテネの美術学校に12歳の1854年から長高生として学び始め、1864年まで学んだ。 卒業間近かになって、特殊化の行為により、ティノストの修道会から、小学資金を得て、ミュンヘイン美術院へ留学することができることになった。1865年6月に、ミュンヘンに留学し、ギリシャから留学していて、帰国間近のニキホーロスリトラスと知り合い、ドイツの暮らしに馴染むことができた。ミュンヘン美術院では、アンシュッツやバーグナーに学び、1868年からは、 カール・フォン・ピロティの教室に属した。1871年に美術院を卒業し、1872年4月にアテネに帰国した。アテネの美術学校の教授となっていたリートラスと1873年に小アジアを旅、したりしたがギリシャでの暮らしに失望し、1875年に再びミュンヘンに渡り、その後、生涯ミュンヘンに住むことになった。 1876年には、リートラスとパリを旅し、1877年に、結婚した。1880年に、ミュンヘン美術院の名誉会員になり、1888年に、常任教授に任じられた。技術の教えた学生には、エルンスト・オップラー、オスバルト、マイリヒターラがいる。ありがとうございます。